道人身事故ニュース速報です。2021年10月2日20時46分ごろ、東武野田線の塚田駅から新船橋駅で人身事故が発生した模様です。東武アーバンパークラインでの人身事故は今年16件目です。現在被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもやっています。フォローお願いいたします。